も一緒に歩いて、でまたご飯食べるところあたりで集まって手の形を取りたいと思います。じゃあコースの説明とか今日の注意事項を岸の方からお願いします。はい、じゃあ、ここに里山公園 の、 地図がありまして、今いるのがこのパークセンターです。で、いつもですとこの公園の中だけなんですけど、今日はちょっと鳥も中心なので、旅鳥、冬鳥とかも見たいなということなので、ここ、この辺からこの、まあ、メインのこの谷戸の中の道を通りまして、この芹沢の池を通ってずっと行って、ここを行きまして、ここ仕掛け神社があるんですけど、こっちの東側の方に行って、それで小出川の方に一旦出ます。でそれから少し小出川を歩いてまたこの公園の方に戻ってくるというコースになります。でお昼はですね、浜さんどの辺でお昼しようか。この辺ですかね、北駐車場の。あと注意事項としては、まあ、鳥の場合はあまりこう騒がしくして行ってしまうと逃げちゃうので、まあ静かに見るという、まあ虫もそうですけどね、ということで。それからあとまだちょっとスズメバチとかアシナガバチがいると思います。もうだいぶ元気はなくなってきてると思うんですが、もしハチがいたら、じっとしててください。怖がって棒とか手で振り払おうとすると、かえって向こうを警戒して刺すってことがありますので、ただ飛んでるだけであれば、そのままやり過ごせば刺されることはありませんので、そのようにお願いいたします。はい、であとまあお怪我されたりしないように十分注意していただきたいんですけど、まあ万が一そういうことがあった場合には保険適用になりますので、皆さん受付していただいたと思いますけども、必ずお名前等はこちらに知らせてください。そういったとこですね。はい、それとちょっと簡単に今日どんな鳥、どんな感じで鳥、いかがですか。いや、ここ少ないんですよね。ここ降りたとこに水場があるんですね。あそこはこの前来た時はキビタキとかシメとかエナガとかね、山柄なんか来てたんですけど、まあここで見たその水場がまずですよ。もうノビタキなんかはどうもいなかったんですけどね。川行ってもイソシンゲいたぐらいで、まああまり期待できない。あまり期待はできないけれども、目立つときは面白い。冬鳥とかも、冬鳥がもう入っています、ね。じゃあちょっと植物はどんな感じですかね。植物はですね、今農菊が結構咲いてるんですが、その湿ったところにあるのが、嫁なけ、乾いたところのノコンギクとかそういう感じのいろんな種類と、水おそばとか、秋のうなぎつかみとか、こう湿地にすごく広がってるんだけれど、ちょっとお花を見ると違っているので、そういうところとか、あとはオギとススキの違いとか、そういうところでしょうか。はい、よろしくお願いします。虫はいかがですか。はい、虫はですね、前回この回で7月下旬にやったんですけれども、それからまあ3ヶ月が過ぎて、だいぶ見られる生き物も変わってると思います。で、その時はまだ小さな幼虫だった、キリギリスとかバッタとかが全部成虫になってますので、まあ、バッタとか、はその姿で、まあ、キリギリスとかコオロギはこの時期ですと昼間でも鳴いていますので、姿は見られなくても鳴き声での聞き分けができると思いますので、まあ、その辺も注意していきたいと思います。それからあと、カマキリはもう産卵もしてますので、成虫とともに卵も見られるかなと思います。それからあとまあ、トンボはそうですね、大きな種類はだんだんいなくなって、今ですとやっぱり赤トンボの
あの季節ですので、まあ、秋茜とか夏茜、のしめとんごとかそういった種類がもし近くで見れたら、あの見分けの仕方とかを見ていきたいと思います。からあとはですね、花は先ほど浅野さんから説明していただきましたけど、ちょうどまあ菊花とタデ花が多い時期なので、そういうところに来る蝶や蜂やアクといったところがちょっと見どころになると思います。からあと昆虫以外では今は見どころは何といってもジョローグ、クモ嫌いな方もいるかなと思いますけど、これはぜひ今日は見て、で後でまあ実際に説明しますけども、ジョローグモの巣に、メスがいてオスがいて、さらに居候雲もいるという巣の形も立体的だと、結構ね巣一つ見ても面白いですので、まあ、その辺に着目したいと思います。であともう一つ今日は柳跡っていう跡を歩くんですけども、まあ、跡っていうのがどういうところかっていうことで、これ隣 の, 藤沢市遠藤の、まあ、笹久保跡っていう跡なんですけど、まあイメージとしてはこんな感じになります。で両側が斜面の林で、真ん中が一番低い低地になっています。でそこにこういう小さな流れができて、湿地ができたり水たまりができたりします。で、まあ、ここにも絵が出てますけど、まあ、こういう豊かな生態系があると、こういうオタカみたいな猛禽類がいるっていうところですね。で、この斜面の林も、いろんな種類の木があって、まあ、草もある、それから水場もあるということで、割とこう限られた範囲の中でコンパクトにいろんな環境が詰まってるので、それでいろんな生き物が見られます。であともう一つは、ここの流れっていうのは川の源なんですね。でここの流れも、それから遠藤笹久保跡の流れもやがて、小出川に流れ下って、まあ、小出川 の,、まあ、水源の一つになっているということです。はい、まあ、跡は茅ヶ崎でも藤沢でも、まあ、自然が一番よく残っている場所ということです。よろしくお願いします。今日のキーワードは跡をしろ。で今日はですね、生態系の底辺の植物から工事の鳥までいろんな分野が分かります。スタッフ以外の人 もう結構分かってる人が多いので、もうどこについていっても楽しくなると思いますので、よろしくお願いします。で今日はですね、これは茅ヶ崎野外自然史博物館という市民団体で会員募集中でございます。年会費はなんと500円、1ヶ月48円50銭。もし登録してあげようかなと思ったらお声掛けください。このお金はちょうど滑川の今湿地がどんどん畑に置き換わっているので、そこをお借りする年会費に使っておりますので、ぜひご協力ください。で仲良く楽しく今日一日過ごしたいと思います。今日は一番小さい子は小学4年生のしゅんたくんです。よろしくお願いします。こちらのお兄ちゃんは中学3年生2人、双子の2人、昆虫博士を目指しております。どうぞ可愛がって、どうぞこれからみんなで仲良くやっていきましょう。では出発いたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ鳥周辺はところどころ蝶々も飛んでおりますが、トンボ、この辺飛んでおりますのは薄履きトンボっていうトンボが飛んでおります。特徴はですね、ふわふわと飛んで止まらない、秋明かりなんかこう竿の先に止まりますよね。特徴です、薄履きトンボです。こう大和シジミって蝶々がちらちら飛んでおります。今日は誠に空が綺麗ね、大山が見えますとかで、雲がないね、草もないな、枯れてね、ずいぶん綺麗にずいぶん綺麗になっちゃったら、そうです、バッタとかね、キリギリスとかね、ああ虫はやっぱり草っぱら、ね、この間ほらライブだった時、はい、あったでしょ、夜とか朝とか、あの後ね、何度かねここへ、その、あれを聞きたいと思って来た、やっぱ分かんなかったね。その後出てないみたいな。ああそうなんだ。結構実がなってるもんだから、はい、山柄がよくぶら下がってるの。どの木？この木。これ？ホウノキ？これホウノキですね。実があるでしょ。あ、はいはい。あれ。あ、この大きな。いっぱい実があるんだよね、黒い実。ええー。へえ、ね。食べに
よく。なるほど。あ、そうですね。そこにジョロウグモがね。説明をちょっと聞いて。もうちょっと近場でね、見えるところで説明しましょうね。あ、機長が来ました。目の前に黄色い蝶々、機長です。この子はね、成虫で越冬するんですよ。蝶々って冬には死にそうだけど、成虫で生きるのも何いくつかいるの。その代表的な機長でした。こんにちは。あ、すいません。道、お客様通ります。道開けてください。どうもすいません。ね、緑ね。風が風で落ちちゃったんだよね。でメスだっていうのは、まあ、このお腹の付け根が膨らんでることと、あとは卵産んでる、産んじゃってる。で、あと、あとで池に入れよう、うん、あとはあのオスだとここに腹水器っていうこうちょっと出っ張りがあるんです。それがないんですね。ここが、あ、どんどん産んじゃってる。じゃあ逃がしてあげる。ちなみに私、車を閉じるとですね、ガラスの上にですね散乱するんですね。光ってて密水面だと間違えて、あ、そうなんですね。そう、車の屋根なんかも。後でこれ池に入れてるよな。その卵、産んだ卵は池に入れます。メスはでもね、あのぐらい出る個体もあります。メスね、お仕事とか思っちゃって、メスがつかない。はい、お説明してください。新家の頃、うん、これ見ちゃっていいやな、いっぱいいるから、うん、猫じゃらしの中でもですね、こう逆に見ると先っちょが金色に見えますよね。綺麗だ。で、秋のエノコロムサっていうのはもっと大きくて、この先っちょが垂れるんですけども、うん、これ垂れないでまっすぐで小さいんですね、小ぶりで。で、ちなみにこの種を取ってですね、あの私らコケルでいるとポップコーンみたいにポンと弾ける。食べて美味しくないんですけども、遊びには面白いかもしれない。というかね、小鳥さんたちはこのね、小粒金エノコロみたいな、こう身が太いのすごい好きなの。一番よく食べるエノコロムサでは、小鳥さんが。エノコロムサはだから普通で言うと猫じゃらし、あとは犬コロムサがハマってエノコロムサがこうやって猫をじゃらしたらいいな。あるかな。あ、ニコだ。だから、木さんが言われたように、なんか本当に金エノコロって、あの詳しいこと言われるんですけど、私はそこまで踏み込まない。一応ね、あの、そう、エノコロです。これはクヌギですね。クヌギって木はね、あの、クヌギはこのデコボコがですね、へこみがね、谷まであって、山が、これ尾根がちゃんとあるんですね。で、コナラはちょっと上に大地がある。栗はつるんつるん。葉の葉っぱも違うね。クヌギとコナラとね。細くてね、栗によく似た感じね。栗はだからね、もっと光ってます。これが上が平らで、こういう風な感じで溝がもっとほとんどない。クヌギの特徴はこんなカーリーヘア。お人形さんの顔みたいね。可愛いでしょ。可愛いです。こういう子供たち喜びそうね。目と鼻つけたら可愛いじゃん。オスが来て。オスがまず居候して、でさらに別種のクモまで居候しちゃう。だからこの条件が良ければいいほど、まあ、ここはオス2頭しかいないですけど、5、6頭いる巣もあります。あ、これはちゃんと3枚見えますね。あの餌がいっぱいかかる巣ほど、あの数が増えてきますね。これは適正な 3枚ですね。網がで、こう立体なんですよね。あの普通クモの巣っていうのは一面だけなんですけど、ジョロウグモはね、立体の巣を作る。これ真横から見るとちょうど3段に見えると思う。見えます、ね。クモの巣が。ちょっと、兄さん、クモの巣の粘りの話したらどうかな。で、ここもやっぱり金色に見えますね。で、こう、網がね、ちょっと黄色っぽく見えるところが粘ってるところですね。前、真ん中を白くそうです。はい。あの縦糸は粘らないけど、横糸が粘るんですよね。横糸が粘ってね、ちょっとあの黄色っぽく見えるんですよね。横糸黄色に見えるね。これが粘る糸。巣を作るときは最初に縦糸をこう張って、でそこで後でぐる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 こう横糸を巻いていく。最初に横糸を作ろうとすると自分が引っ張ってダメなんです。